タロ散歩チャンネル。岩手で寝まくな雪、あと2分ほどで発車します。どうもありがとうございます。IGR 岩手銀河鉄道の改札口のこっち側の方を見るともう JR の改札になるんですけど、ここの階段登るという感じで、ちょっと人がいるんで階段を移しませんけれども、また登りたくなる階段がありますね。自由通路もありますね。仙台の自由通路は立派ですけど、盛岡はどうかな、どうでもなかったような気がします。南湖そばのマスコットキャラソバッチっていうらしいですけれども、そのソバッチのピンバッジ買ってしまいました。330円でした。だから今度からね、また胸元にね、このソバッチがくっついてくる場合がありますから。ご当地もんでいくと、北海道シリーズは置いといて、初音ミクとか赤い川のアカリンとか苫小牧のトマチョクとか、しっかりね、青森と宮城とそして岩手と一個ずつのなんかピンバッジも持ってることになっちゃいましたね。で、多分このワンコロードっていうのが、その床にこれワンコ兄弟そばっちみたいな、そういうようなタイトルがさっきついてたんですけども、違うな、なんかいろんな種類のがあるんですね、きっとね、ワンコのね。これがそばっちなんですね、きっとね。でもどちらにしろなんか床にそばっちシリーズのイラストが描かれているというのがね、こんな感じで、それからここにもワンコそばのそばっちの兄弟、ここにもいます。これは何でしょう、なんかウニを取ってる海女さんのような育ってもいますね。バリエーションが多いですね、いろんなのいますよ。名前が書いてある、これがね、国地二戸久慈県北エリア。豆腐が乗っかってるのが豆腐地、盛岡八幡平県央エリアで、この花みたいなの乗っけてるの何かなと思ったら、ウニなんですね。ウニッチ宮古、釜石、大船渡沿岸南部エリア。これはお餅、そのまんまお餅になってます。平泉に花巻等の県南エリア。もう着々うまくですね。覚えましたよ、国土地、コフッチ、コバッチ、そして何でしたっけ、おもっちかな、おもっちにウニッチ、あれそばっちじゃないですか、そうですね、コフッチ、コフッチ、ウニッチ、そばっち、コフッチ、おもっちですよね。あれ、私なんか一個飛ばしたかった。これは塔のカッパが描かれてますけど、そしてこのチャグチャグ馬と、南部地方にはいかにも馬の産地らしい行事がたくさんある。この玩具を毎年6月15日に行われるチャグチャグ馬と、馬っ子から馬の衣装、馬の戦争した姿を、玩具化したもので、昭和初年に創始された。意外と歴史古くないんですね。昭和の初めぐらいからあるぐらいだそうです。旧丹後の節句は馬の国際延命を祈る祭日と言われ、馬の休日として仕事を休み、馬には五色の美しい布や赤い前だれをかけ、次には紅白の手綱とたくさんの手錠を付け、なんだろう、草原様と言われるのかな、愛の前で書くんですけど、草冠に蔵の青の青前様かな、青前様と言われる馬の神、盛岡市以外祝って長山麓の駒形神社にお参りするものであるといただきます。平成13年からは開催日が6月の第2土曜日となりましたということです。秋田で盛岡といえばね、
こう着々とのことがありますけどね。そうなんだ。あのなんかこういう歴史もやっぱり現地に来て、まあ現地に来なくてもいいんですけども、現地に来てみると分かることがあります。こちらには JR の制服を着たワンコ教員がずらりと並んでおります。盛岡といえばね、この盛岡冷麺もありますし、この盛岡のジャジャ麺というんですけど、ジャジャ麺もありますし、これちょっといろいろね悩んでるんですけどね、今日はちょっと食べるもの決めたんですよ。まあ、ジャジャ麺とか冷麺はまた今度ということで。でですね、多分私のお腹もね、あの無限ではないので、まあまあ今お腹いっぱいなんですよね。青森のセブンイレブンで買ったおにぎりと、野辺地で食べたおそばと、二戸で買ったお菓子がね、結構いい感じにね、私の満腹中枢をね、つっついてるんですよ。なので、軽く運動をして、それで一周したところで、まあ、食事にしようかなと思います。まあ、食事はですね、今日ねこのエギビジの中で選んだお店があるのでそこにしようかなと思うんですけれども、それで駅を出てちょっと歩くと、なんだっけな、万代橋だか万世橋だかなんかなんたら橋っていうのがあるんですよ。そこに永代橋がないし、まあ、橋があるということはそこに何かが流れてるか、もしか下を何かが通ってるんですけれども、それがいわゆる高見川がそこに通ってるんですよね。盛岡を通ってずっと岩手県を南下して南下して、最終的にはどこだったかな、宮城県あたりで海に出るんですけれども、その途中をこの盛岡市内を流れてるのがこの北見川。雪が溶けて、あの青森のフェリーターミナルみたいに意図的に水をシュッポ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 出して、あのベチャベチャにしてるわけじゃないからまだいいですけれども、あと風が、地味に風が冷たいですね。とりあえずここの道を渡る横断歩道がなくて、その代わりにここに地下歩道があるので、これを歩いてちょっと道路を渡りたいと思います。こんな感じで地下でこうクロスして4方向に渡ることができるような感じで、あ、ここ全然違う名前で、風雷坊橋、北上川が流れているところですけども。なんで今ここを今歩いてるんですけれども、クロスしてこっちの方に行こうかなと思います。あ、で、そう、こっちの方のね、このアーチ型の鉄橋っぽい何かがあるじゃないですか。そっちがなんかそういうような、さっき言ったなんか、永代橋だか、万世橋だか、なんかそんなような名前の橋だったような気がするんですよ。ちびっこみたいな泣きしてる。あ、全然違う。海運橋。そうそう、海運橋。思い出した。そう、海運橋ですね。で、これがね、風雷坊じゃないんですよ、全然。小塚田橋。あ、来ないっていうやつか。漢文っぽい読み方するやつね。まあ、でもこの小塚田橋の方にまず行ってみましょう。風が冷たい。寒い。ちょっと一時的にでもちょっと寒さ逃れたいですよね。文明の時に頼りましょう。エレベーター。よいしょ、よいしょ。はい。はいはい、閉まってください。結構ちょっと。まあ、ということで、小塚田橋。で、あのアーチの橋が海運橋。あれも結構歴史のある橋だったような気がします。あの昭和の初めとかよくああいう形の橋建ててますよね。東京にもありますし、あとあの旭川の旭橋も1932年昭和7年の橋ですけれどね、のようなものがここにもあります。小塚田橋自体は、まあ、昔からここに橋はあったんでしょうけれども、現在の橋になったのはそんなに古くはなさそうです。さすがに手袋しないと寒いですよ。あのビデオカメラいじるときになんか素手じゃないとなんかいじりづらいなと思ったんですけれども、あのよくよく考えたらズームのレバーとか、あの録画のボタンとか写真のボタンって別にボタンだから手袋でもできるの。
できるのか、ね、なんかうっかり忘れてました。あの画面あるじゃないですか、ちっちゃい画面あって、そこでタッチパネルでいろいろタッチしてって、いろんな操作をするのはちょっと大変なんですけれども、ボタンを押すぐらいとかレバーを動かすぐらいだったら別にこれでよかったっていうのを思い出しまして、寒いですよね。あの札幌よりはマシなんでしょうけれども、あの基本北海道には寒がりですから、寒いも寒いです。10度より下になるともう寒いも寒いんで、だからはもうね、春までお布団の中にずっとこもっていたいんですよ。まあ、私の好きな言葉は一生お布団ですから。寒い。まあそれはともかく海運橋です。結構人が歩いてますね。でも橋をよく見てみるとすごいですよ。昭和初期の橋あるあるですごい、もうあちこちに病が打ちまくってるというような感じで、これでやっぱり橋の作りをだいぶ、ね、丈夫にしてるんですよ。で旭川の旭橋も異様な数の病を打ってますけれども、あれももうめちゃくちゃ重い戦車があそこを通るので、それに耐えられる形の橋を作ろうということで、えらい頑丈に作ったんですよね。で今でも普通に使えるというのがあの橋の素晴らしいところです。ここにはなんかメタセコイアの木が ありますけれども、なんかメタセコイアから挨拶が書かれていますね。皆さんこんにちは、私の名前はメタセコイアです。1991年の秋までここにあった喫茶店ポプラ館に集まり、あ、ここに喫茶店あったの？そもそも喫茶店あったんですね、ここに。あ、そうですか。語り合う恋人たちを見守り続けたメタセコイアの妹です。姉はこの付近の護岸工事のために伐採されるところだったのを、北上川周辺の環境と景観を大事にし、そのシンボルとして残してほしいという人たちがポプラ館のメタセコイアを守る会を作り、4000人を超える署名まで集めたことに、盛岡市や岩手工事事務所が答えて、隣のなんて起伏緑地っていうのかなに移植をしていただきました。うんうんというふうに書いてます。でもそう、なんかあの建物とかこういった橋もそうですけれども、町のランドマークとなる木っていうのももちろん存在していて、だからそういったものもやっぱり大切にしようみたいな、そういった動きってよくありますよね。寒い、まあ、ちなみによくよく考えたら今日はあの3時1分の列車で、まあ、仙台の方に向かおうかなと思うんですけれども、別に3時1分じゃなくてもその次でもいいような気がしてきたんですよ。あの3時1分の列車で行くと、6時18分ぐらいに着くんですよね、仙台に。ただその後の1時間ぐらい後の列車に乗っても7時21分で、まあ、これがさっきあのバス乗り遅れたじゃないですか、青森駅に到着するやつで、それで結局今新幹線使ってちょっと早めに来ることができましたけれども、まあ、もし新幹線を使わないでちんたらちんたらずっと青森鉄道とか岩手銀河鉄道とかそういうものを使ってきた時に到着する時間が7時21分の予定だったんです。だからそれだと、まあ、本来の5時何分だかに到着するのよりはもう2時間ぐらい遅くなるんで、じゃあ新幹線1回使ってそれで1時間ぐらい早めようかということで、まあ、今回今この時間になってるんですけどね。だからまあここで1時間ゆっくりするための時間を得たというふうに考えるか、まあ、もしくは7時ぐらいに着くものを1時間早めて仙台に6時に着くかみたいな、どういうふうに考えるかですよね。ただね、今日ね、あんまり街をね、ブラ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 歩いてても、とりあえずあと1時間で、あの、盛岡を出るとしたら、あんまりあちこち歩けないんですよ。まあ、ただこれね、紹介していきますね、もう一回ね。これ海運橋です。で、その下を流れているのが北上川で、まあ、最終的には宮城県の方まで行きます。まあ、県をまたぐという、まあ、概念が北海道にはないんで、県をまたぐ川っていうだけでもすごいですけれどね。そして、風が冷たいです。そしてあとは食事をして、食事の時間も込みであと1時間ちょっとぐらいで、まあ、盛岡は立たなくちゃいけません。じゃあどうするかっていうと、今日寒いんでやっぱり盛岡駅に戻りましょう。まあということで盛岡駅まで戻ってきました。まあといっても近所をぐるっと一周しただけなんで大した遠くにも行ってないんですけれどね。上の方を見るとなんか何らかの新幹線が止まってます。
これ何でしたっけ、秋田新幹線って確かこの盛岡で東北新幹線と合体してそれで東京まで行くんでしたっけ。確かそうですよ、仙台じゃないですよね、盛岡ですよね確かに。あの福島は山形新幹線と合体するところで、まあ、ちなみに今の道路から盛岡駅行くにはこの地下を通らなくちゃいけないんです。まあいいですけど、歩道橋とかなんか2階の高架から行くとかそういうんじゃないんで、地下を歩くんでまだまだいいですけどね。とりあえずやっぱり、ね、のど飴がないとやっぱりきついんで、ちょうどそこにあの松本清松橋があったんでのど飴買いました、203円。あのこの後食べに行きたいラーメン屋さんがちょうど通り道にあったんですけれども、あの店だけでなんか人気店らしくてなんか並んでたんですよ。でなんかひょっと見たらやっぱりめちゃくちゃ混んでるんですよね。どうしようかな、なんかそこまでして食べたいかっていうとそうでもないのと、いや食べてみたい気もするけども並びたくないのと、あと地味に時間が1時間しかないんで並ぶのに時間を費やしたくないっていうのがあるんですよね。盛岡駅の反対側の出口にやってきました。なんかバスがいっぱいずらっと並んでおります。こちらは在来線とかそれからさっきの銀河鉄道とかのホームがある方なんで、新幹線のホームが後ろの方に見えるっていうそういう構図になっておりますけども、こっちは西口なんですね。じゃ あのさっき言ったあの賑やかな方は東口なんだ。また何か新幹線が出発しております。まあ、せっかくですからなんかちょっと一丁角ぐらい行ったところのあそこが気になるんで、あれだけ行ってみましょうか。あ、というかここ信号じゃないんだ。あ、これ横断歩道の横断中の旗、あのちびっこがね背が低いから目立たないので、これ持って高らかにこの黄色い旗を上げて、ここに私はいますというふうにね、まあ、ちびっこが運転手に対してアイデンティティを、ね、誇示する旗というふうに呼んできますか。略して横断中の旗。ここにはテレビ局 IAT 岩手朝日テレビ、もう岩手といえばなんかめんこいテレビってありますよね、確かフジテレビの系列で。あ、でここも丁字路で横断歩道があるんですけど、やっぱり信号がない。あ、普通に車は来るけど、まあ交通量多くないからいいですけどね。で足元がねべちゃべちゃしてて、若干夏でも通用するような草生えてきちゃったんで、ちょっと染みてるんですよね今ね。すごい黒い見かけ牛に私が映ってますよ、こんな感じで。公園ですね。なんか昔なんかのお城のがあった跡とかそういうんじゃないはずなんですよ。あの岩手城はさっきの東口の方にあるはずなんで、ここに関しては横断歩道は あるってありますわ。あるってあるんだけど信号機がない、だから相当注意して歩かなくちゃいけないんですね。って言っても岩手県の県庁所在地の、しかも岩手県の中央駅のもうすぐ近くなんですけどね、まあやめときますか。なんか普通の公園っぽいや、もしかしたらなんか歴史があるかもわかんないんですけど、そういう時はね、あのこの動画を編集してる私が何かに気づいてなんか字幕入れた時入れたりとか、なんか解説入れたりとかテロップ入れたりとかすると思うんで、まああの編集してる私にちょっと託すということで、まあここの名前が森王の広場というそういう名前がついてるようです。でこの森王の広場から左の方にカメラを向けると、なんかちょっと気になる山がありますけれども、あれは何だろう、なんか向かい側の道路よりなんか人が歩いてないみたいで、雪が全然溶けてないし、人が踏んでる後も大して踏んでないんです。あ、でもこっからは溶けてるな。まあということで森岡駅の近くまで戻ってまいりました。まあそんなに遠くまで行ってないですけどね。あ、そう、あと、ね、もう一個気づいたのは、なんていうかな、県庁所在地行くと、なんか駅前に、まあ一応タダで登れたりする、なんか背の高いビルがあって、で、その本当に上の方に、タダで登れる展望スペースがあったりとかするじゃないですか。で、今盛岡の街見てるんですけど、そういうのが今見当たんないんですよ。なんか東口にあったような気するんですけれども、あれどこだったかな、なんかどっかのビルのなんかねあったんですよ。でただそれが、まあ、
なんか広々としたビルなんですけど、確かお役所関係の施設かな、お役所関係の施設のビルなんですけれども、一回時間がなんか夜遅かったんだろう時、実際に上の方に展望スペースがあるかどうかちょっと私分かんないです。だからそのビルが何かが判明して、でそのビルの案内がどっかで見つかれば、まあ登れるかどうかぐらいの、そういう話や途中、またあの編集中の私に託しますけれども、ちょっと編集中の太郎さん、ちょっと調べてみてください。よろしくお願いいたします。まあ、そして一応ですね、ここにね連絡橋みたいのがあるんですよ。とりあえずちょっと連絡橋の高いところからこの近辺またちょっと見てみましょうか。っていうかどこから登るのかな。ここは市営駐車場の出入りですし、まああれですよね、本当にね、私のなんか街歩きの街の紹介ってだいたい時間がないくせに、とりあえずどっか寄り道しようみたいにやってるから、結局駅前の近所歩いておしまいってことが多いんですけれども、今回もそうですけどね。だからなんか一つの場所にこだわって回る旅と、そうじゃない旅と、いろいろ考えたらいいですね。あったかい。ここはどうやら盛岡市民文化ホールみたいです。タイムカプセル、2089年の新年を送る、平成元年に何かタイムカプセル作ったみたいですけども、でもありましたよ、マリオス展望台20階ちょっと登りますか。これ開館時間が午後6時までで、まあ、今日はお休みです的なものが書かれてないんで、まあ大丈夫でしょう。これですね、これも多分盛岡市の中の施設だと思うんですけども、そばっち、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。